Lady Kula Lady Kula リアルにつながろう Lady Kula。水曜日、真夜中のサウダージ。あなたと夜と音楽と。一日の終わり、日付が変わる前の一人の時間に寄り添う静かなひととき。深呼吸するような音を中心に、ボサノバ、ワールドミュージック、シンガーソングライター、ジャズ、アンビエントなど、ジャンルと国境を越えてお届けします。ご一緒するのはボサノバワールドミュージックシンガーのカオルです。これから眠りにつく人も、朝まで眠らない人も、今夜もどうぞご一緒に。こんばんは。11月1日水曜日、真夜中のサウダージ。今夜も日付が変わる前の30分をご一緒しますのはシンガーのカオルです。今夜は11月16日木曜日に、今年4月にリリースした最新アルバム、アグアエルス、水と光の CD リリースのライブがありますので、この最新アルバムの特集でお送りしたいと思います。まずは、この曲から聴いてください。満月のトナーダ、トナーダでルナ・ジェーナ。Como se enamora tu coração com el mío, tu coração com el mío, Luna. Oh.
amata este gavilán que no me dé Magdalena.改めましてこんばんは、シンガーのカオです。今夜は4月にリリースした最新アルバムアグアイルス、水と光を中心にお送りしたいと思います。このアルバムは今年の1月に神戸の青谷音楽堂で、ピアニスト永見幸隆さん、そしてチェリストの竹中ひろみさん3人、このトリオでほぼ一発撮りという、ホールでレコーディングをした作品になります。今聴いていただいた満月のトナーダはこのアルバムの1曲目に入っている曲で、ベネズエラのシモン・ディアスが作った曲なんですが、ブラジルのシンガーカエタノ・ベローゾやモニカ・サウマスもこの歌を歌っています。月の光がただただ世界を見つめている、いいことも悪いこともただ静かに見つめているといった景色で、このアルバムの、テーマであるすべてのものを照らし出す光、象徴的で印象的だなぁと、この曲を一番最初に持ってきています。というわけで、今夜はこのアルバムを一緒に作ってくれたメンバーの一人に来ていただいてます。今夜、初めてゲストをお迎えしてお送りしようと思っていますが、今夜のゲストはチェリストの竹中ひろみちゃんでーす。こんばんは、竹中です。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。彼女はですね、主に関西を中心にクラシックのチェリストとして活躍されている方で、オーケストラだったり、あと大学で教えたり、他にもクラシック以外にジャズをやったりね。そうですね。いろいろ、ほんといろいろやってますね。はい。彼女とは
この4年ぐらい、プレートプラトというブラジル音楽を中心に、演奏する3人ギターとチェロとボーカルっていう3人のユニットがあるんですが、そちらの方でもずっとこの4年間一緒にね、ブラジル音楽にも挑戦してもらって。はい。はい、初ブラジリアンから入りましたけど。あ、あのバンドが初めて。そうです、そうです。本当に初めてでしたね。で、今回はね、このアルバムの中では、ベネズエラ、今聴いてもらったベネズエラの曲だったり、あとアルゼンチンの、フルクローレの名曲、アルフォンシーナと海だったり、そういう曲にも挑戦してもらったりしたんですが、初めてだったよね。そうですよね。ブラジリアンやりませんかって、ブラジリアンやれるんですかっていう感じがありましたけど、ねえ、いやでもすごい、自分自身弾いてて楽しくって、こんだけ一緒にいろんなことが作り上げられるっていうのは新たな自分の世界だったなとは思ってるので、うん、貴重な経験させていただいてると思ってます、うん、はい。ね、プレートプラトはね、ブラジルばっかりだけど、この永見さんとのアルバムの中ではそれ以外のねこともやってるから、はい、うん、多分全くクラシックとはね全然違う感じのアプローチで、そうですね、うん、やってもらってるんだろうなと。楽譜もなければっていうか、チェロパートっていうのがないので、クラシックは楽譜ありき、どこまで忠実にやるのかからの発展ですけど、うん、楽譜コードしかないところからの自分の活かし方とバンドの中での活かし方を、うん、どこまで作り上げていくのかは、まあ、皆さんの中で助けてもらいながらですけど、まあ、編み出していきながらなんで、うん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 、さらにまだ発展はできるかもしれないですけど、うんうん、そうですね、楽しいところでもありますね。毎回なんかこう挑戦してるって感じで、ね、させられてますけど、はい。そう。いやいや。なんか他にも、平井堅さんとかこう、プロフィールを見てると、小袋とかとも一緒にやったことがあるっていう感じに書いてあるんですけど、ポピュラーミュージックの、そうですね。伴奏みたいな。そう。いや、でも若かりし時ですけど、後ろにバックに弦音がついたりするんですよね。うんうんうん、弦楽。そうです。四重奏。そうです、そうです。で、そういう時に呼ばれたりとかで、関西の時はやっぱり、その単身で来られる場合が多いので、うん、そうだったら東京からずっとメンバーが一緒について来られる時があるんですけど、たまにご一緒させていただくことが、うん、うん、ありましたね。ほんまにいろんなこと、ね、やって。そうですね、路上ライブやったりとかもしましたしね、梅田で捕まったこともありますし、警察に。なかなか普通ね、クラシックの、そうですね、チェリストで、こういう多岐にわたる活動をする人も多分少ないかもしれないね。そうですね。いや、一緒に楽しく、やっていただいて、いつも。で、チェロっていうのは、毎回ライブの時に、感想を、こう、みんなからいただくんですけど、チェロの音が気持ちよかったっていうのは、やっぱり、本当ですか。すごく、皆さんに言われることが多くて、で、なかなかそのチェロを、至近距離で、オーケストラで遠くで聞いたりとかっていうことはよく、あるかもしれないんですけど、すごく近いところで、その弦の振動とか、チェロの楽器そのものがこう、鳴ってるのをこう体感できるっていう経験ができるのがすごく皆さん、新鮮っていうか、そうですよね、感動される方がやっぱり多いので、ぜひね、こういった楽器は、生で聴いていただけると、はい、ぜひぜひ本当にいい、はい、いいんだろうなと思います。この CD に参加してみて、周りの反応とか聴いてくれたクラシックの人とかも聞いてくださったりとかしてるんですかね。そうですね。なんか同じ業界の人も、
CD 出たんだってっていうことで買っていただいたりで、うんうん、で、やっぱりその、ストリングスの入り方、うん、単身で入ることっていうのも、うん、まあ、バイオリンはよくあるんですけど、チェロっていうので、そういうアプローチで持っていくっていうのがあんまりないので、日本でも。うんうん、なんか、そういう風に入ってるんですかとか、こういう曲に乗せてとかっていう時と、こういう風にするんですねとか、うん、曲、一曲に対しての、こういう曲聴いたことなかったジャンルなんて良かったですとか、いうのもすごい聞きましたね。意見いただいたりとかもありましたし。うん、ひろみちゃん的に、なんか弾いてて楽しい曲とかってどういう？私、未だになんか、リズムのなんか、かなりカルチャーショックがあるじゃないですか。クラシックの世界って。っていうところで行くと、自分がなんか乗り切れる曲と、もう乗り切るまでに力尽きそうになる曲とあるんですね。で、そういうのでやっぱり楽しいって、充足感を持って弾ける曲と、戦いながら弾いてる曲と、ありますね。で、例えば戦いながら弾いてる曲って、すごいサンバとかのリズムがあるやつとかなんかな。あ、それもそうですね。やっぱり場所も場所なので、その、立ち位置、うん、ピアノが聞こえやすい位置にいるときはいいんですけど、うん、細かいリズムがもう耳に届いてこない場所で弾いてる場合は、多分パーセンテージでいくと耳のパーセンテージはかなりピアノの細かいリズムを追おうとするし、うん、でも流れるような旋律を弾きたいなとも思うので、うんかなり苛まれるんですよね。で、カオルさんはどこへ行ったらいいのだろうかにつけたいとも思うので、いろんなものにもみくちゃにされながら頑張ってます。いつもありがとうございます。この、11月16日のライブでは、もちろん彼女も、オリジナルメンバーでお送りしますので、その時にチェロの音色もたっぷり楽しんでいただけると思います。じゃあ、アルバムの中からもう一曲聴いていただきたいと思います。100年前も今も人の思いは変わらない。ショーロの名曲です。カリニョーソ、お送りします。Matar essa paixão que me devora.
hermoso tan cariñoso es muy muy chiquero y como es sincero mi amor yo sé que tú no fugirías más de mí ven 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 sentir el calor dos labios míos a procura dos que me devora o coração e só assim me vou ser infeliz, bem feliz. Meu はい、ブラジルショーロの名曲でカリニョーズを聴いていただきました。ところで、ひろみちゃんの一人ぼっちの過ごし方、一人の時間はどんな感じで過ごすのが好きですか？ぼっちの時間まず欲しいんですけど、今全くないので、ぼっちに誰かさせてくださいというお願いから入りたいかと思っています。女の子二人いるもんね。ですね。女子二人と戯れてますけど、その、なんか合間を縫って、いつも、なんかライブやったりね、リハーサルやったりしていただいて。そうですね。はい。はい。いつも感謝してます。ありがとうございます。いい、いわゆるそれがボッツの時間かもしれないですね。ああ、そうか、そうですね。ああ。そうです。うん、そうか、そうか。はい。というわけで、今夜ゲストで来ていただきましたチェリストの竹中ひろみさんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ロコの天然水マロマロタンの水で検索。はい、というわけでライブインフォメーションです。この最新アルバムアグワイル・スミスと光のライブCD のリリースライブがあります。11月16日木曜日、ギャラリージングさんです。JR 江南山手降りて徒歩5分のところにあります。11月16日木曜日、このアルバムのオリジナルメンバーでお送りします。ピアノ永見幸孝さん、そしてチェロは竹中ひろみさん、そしてボーカルカオルでお送りします。オープン19時、スタート19時半、予約3000円、当日3500円になってますので、どうぞ皆様お越しください。よろしくお願いします。それでは今夜最後にこの曲でお別れしたいと思います。このアルバムの中の唯一オリジナル曲、そして日本語の歌になっています。見上げると水面、魚になりたい。真夜中月の波をすくい、深い海に沈めよう。音のない景色が静かに揺らめく色に揺れる気配は淡いピンクのサンゴ「ささやくように羽ばたく」
したでしょうか。今夜は最新アルバムアグアエルスの中からチェロの竹中ひろみちゃんゲストにお送りしました。明日の皆さんの力になりますように。 Facebook、Twitter、Instagram、カールで検索お願いします。そして、番組ホームページの方にコメントも、いくつか来てます。またご紹介したいと思います。そして今日お送りしたアルバムの CD のリリースライブ11月16日木曜日です。ぜひ皆さんお越しください。今夜もありがとうございました。シンガーのカオルでした。おやすみなさい。So, Gina,